校歌に描かれたヒエロン一世。ヒエロン一世は、デーノメネスの息子、ゲロンの弟であり、紀元前478年から紀元前467年までシュ修楽祭を、選手として統治した。彼の知性において、彼はシュ修楽祭の勢力を大いに高めた。彼は、ナクソスやカタナからレオンティノイに住民を移住させて、カタナには、ドーリア人を居住させ、アクラガスと同盟を結び、 レギオンの選手、アナクシラスと敵対するロクリア人を受け入れた。彼の最も重要な軍事的功績は、紀元前474年の熊井の戦いで、エトルリアを破り、それによりカンパニアのギリシア人を、エトルリア人による支配から守ったことである。この戦争を記念する碑文の掘られた銅の兜が、オリンピアに奉納された。 ヒエロン一世の知性は、ギリシアの歴史上初めての秘密警察が創設された、ことで特徴づけられるが、彼は文学や文化の進歩的なパトロンであった。詩人シモーニデース、ピンダロス、バッキュリデース、アイスキュロス、エピカルモスや哲学者クセノパネスらは、彼の宮殿で活動した。彼はまた、全ギリシアの運動協議会にも、熱心に参加し、 馬レースや二輪馬車レースで数々の優勝を果たした。例えば、紀元前470年のデルポイでの二輪馬車レースや、紀元前468年のオリンピアでの二輪馬車レースで優勝した。ヒエロン一世は、紀元前467年に刀で死去し、その地で埋葬されたが、彼の墓は刀の元の住人が戻ってきた際に破壊された。主落祭における、 選手制は彼の死後わずか一年程度しか続かなかった。ありがとうございます。